で第3章。倍速市場があの増えた理由のです、ね、著者なりの推理仮説なんですけどもまず LINE グループの共感共生力があるんじゃないかと LINE グループに常に接続しないと不安っていうふうに報道された時期がありましたね今の若者というか今の我々の考え方でしかし LINE グループに常に接続しててもその中で常に面白い話題があるのかというとそんなあるわけじゃないと。その中で 手頃なのが、みんながコミュニケーションでよく使うのが「あれ見た?」とか「これ知ってる?」っていうです、ね、ニュースとかコンテンツ作品の話題なんですよ。でこの話題についていくために倍速視聴が不可欠になったっていうふうにですね、まあ、著者はまとめています、えー。友達の輪を維持すること,が一番大事とそのためにはとにかく共感し合うと。 一番大事なことは何かっていうとその友達の中で特に目立たず特に特に目立った行動を取らず特にダメになったりしない目下げられたりしないっていうですねその中間層にいることが今ものすごくみんな大事になっちゃったのでそのためにはとにかく共感し合うわかるわかるっていうふうに言ったりあそれ見た見たっていうふうに言ったりすることが大事になったとでこういうですね現象を博報堂メディア環境研究部はですね共感強制力っていうふうに名付けたんですね 共感共力はい、でそういう生活をしてるとですね一般広告マス広告テレビなんかでやってる広告よりは仲間の共感が優先されるとつまり「友達の広告化」というふうに本が書いてあってちょっとこれね僕面白かったですよ友達の広告家ですね。だから今あの口コミが大事っていう,のいうふうに言われるんですけども。 これからのですね広告産業広告業界にいる人たちっていうのはどういうことかっていうとこれまでは街の中にビルボードサインとか看板をいっぱい出すことテレビの中でいっぱい CM 打つことっていうですねその環境の中に広告を置くことが大事だったんですよね。 しかしですね、これをですね、友人関係という人間関係の中にどれぐらい広告を打てるのかという、まあこれはあの僕の解釈なんですけど、本を読んだ僕の解釈なんですけども、友達というものがですね、環境化、メディア化してしまったっていうふうに捉えれば分かりやすいと思います。2番目だ、自己紹介案に書く個性が欲しいというのは、こういうふうにですね、仲間といつも一緒にいたらですね、えー、キャラがないと振る舞いが分かんないと。 つまり友達の中で目立つことも避けたいんですけど埋もれることも避けたいんですよでそのためにはキャラというのを持ちたいですねだから個性が必要とそれもエントリーシートに書けるような 趣味や個性が必要と。いや、みんな大変だなって思うんですけど。で、この本の中で書いてるのがですね、バレエですね。あの、踊るバレエ。あの、バレエはどうかっていうと、バレエは子供の頃からものすごい練習時間が必要なんだけども、バレエやってるって言っても、そこから話題が広がらないと、すごいねで終わってしまうと。つまり、趣味としてバレエというのはコスパが悪いって書いてあるんですよね。 なかなかすごい表現だ,だと思うんですけどつまりジャニーズ好きとかの方が盛り上がるんですよバレエは個性的すぎて良くないわけですね。それよりはみんながやっていてそれにちょっと強い目に好きだという方がずっといいわけですねだからアニメが好きとか海外ドラマが好きっていうのは 最近オタクが増えたっていうのは僕らの趣味が理解されたんじゃないんですよ。アニメが好き、海外ドラマが好きっていうのはコスパがいいわけですね。趣味として。履歴書にかける趣味としてコスパがいいんですよ。自分が好きなものの個性としてコスパがいいんですよ。バレエに比べれば、ピアノに比べればですね、すごいコスパがいいので、アニメが好きとか海外ドラマが好きっていう人が増えてるわけなんですよ。いやなんかね、 この辺からこの本を読んでると僕はもうすごいゾクゾク,ゾクゾクして面白いっていうふうになってきたんですけどもですねコスパよく履歴書に書けるようにするためにですねその倍速視聴で見る程度で十分だからですよで最後圧倒的にお金と時間がない大学生っていう部分ですけども さてそうやってアニメが好き、海外ドラマが好きなんだって自分の個性を立てたとします。よく若い人が言うのがオタクに憧れるって言うんですけど、オタクに憧れてもオタクにはなれないと。なんでかというと自分よりすごい本物の人からがまあ、すぐに見つかるからですね。で本来はオタクっていうのはそのしょうもない作品とかダメな作品とかも見てですね、まあ、その上で自分なりの見識とか作るんですけど、そういう時間も金もないと。 でそういう時間も金もなかったら結局作品を見たしかないのでその結果養われる自分っていうのがないんですね。鑑賞力が上がった自分っていうものがなくて見たっていう経験だけがこう積み上がっちゃうわけですね。まあ、ここら辺は、あの海外旅行を行をっったたとと。しても、だけの人と 行って何かを得た人みたいなもんで何かの経験っていうのは残酷なもんで人をですねこうなんだろうなあその人どういう人かっていうのを分かっちゃうわけですねただ単に本当に見たとか面白いとかつまんないとしか言えない人とその結果得て自分が何かちょっと変わってそれを面白がれるっていうのを人に説明できる人とで本当に明確な差ができちゃうんですけどもだからなんかね僕やっぱ思うのは オタクイズベッドで語ったんですけどオタクっていうのは高度成長時代のにですねある程度親にお金があって自分もバイトしたら割とお金もらえてで、えー、作品数もそんなに多くない1週間で放映されてるアニメがせいぜい20本とか30本時代の だだっったたら、らら、せいぜい5本ぐらいぜ5の時代だったらオタクと発生すするることができるんできんよ。全部の作品を網羅することが可能だからお金もある程度あるし時間もあるからオタクっていうのはできるんですけどもでも今の若い人たちがあの今のようにですね週に60本70本の新作のアニメが公開されていてサブスクが山ほどあって YouTube とかがあるような状態でオタクになれるはずがだからでもその前の世代の人たちにはそのオタクの人たちにはにわかって言われるんじゃないかと。 ネットを見ればね、あの、お前なんかにわかだと言う人いるんですけど、そんなもん全オタクの中で1%以下なんですけども、でもその99%の人は、いや、こいつらはにわかじゃないよとはわざわざ言ってくれないわけですね。彼らはサイレントマジョリティなんですよ。1%のなんか嫌な人が、いや、お前にわかだとか、そんなことやってにわかじゃないのかって言ってで、そういうふうに言われるのが怖さに自分がオタクだというふうに、もしくはこれが好きだというふうに公言できない。 そういうふうな状況になっちゃうわけですね。なので、あのみんなオタクになるんではなくて。 推しという状態に着地するんですよ。あの、オタクっていうのは作品とか監督で系統的に作品見るんですけどもですね、推しとかだったらそういう工夫はないんですよ。ひたすら数を見ればいいし、ひたすら回数見ればいい。これ、後で後半に出てくるんですけども、なんでみんな回数見るのかですね。つまり、飛ばし飛ばし見るくせに好きな作品は実はシリーズ全話13話とか26話を もう5回通して見た、10回通して見たというのを平気でやるんですけども、そういうようなことをやるようになるのは何でかという話になっていきますけども、まあ、ひたすら数とか回数を見れ,回数を見れば推しっていう、自分は何々押しているというふうに言えるようになるので、そのために倍速視聴が必要になってくるという話になります。僕もね、あの一番多い質問で、 本当にね困ってるのがですねあのお岡田さんのおすすめの作品を一つだけ教えてくださいとかベスト3を教えてくださいっていうのがすごい多いんですよ。でも本当にあんまり多いのでですねもう嫌なんですけど時々まあまあまあ あの、話すんですけどもですね。あの、プロジェクト X というですね、NHK の番組で昔あってですね、その中で中島みゆきが歌ってるですね、地上の星っていう歌があるんですね。で、その2番が割と僕好きでですね、あの、崖の上のジューピター、見だぞこのシリウスって歌ですね。で、それのサビがですね、名だたるものを追って、輝くものを追って、人は氷ばかりつかむっていうふうに言うんですけども、 そうなんですよ、ね、あのすすごいものを一個だけ教えてくれベストのものを教えてくれっていうふうにそんなものを追ってしまったら人は氷ばかり掴むとつまり宝石を掴んだ輝くものを掴んだと思ったらそれは手の中で崩れていて溶けてしまう氷を掴んでるだけだっていうのをですね中島みゆき歌ってるんで「お前ら地上の星を聞けよ」っていうふうに思うんですけど。<laughs> その方法ばっかりなんかみんな頼るし、その方法が正しくて、誰か本当にすごい人に聞くと、ベストワンとかベストスーを教えてくれるというふうに思うんだろうけども、そこには答えがないぞと。それは、氷ばかりつかむっていう中島みゆきに説教されるだけだぞっていうふうに思うんですけども、タイパ至上主義で見ていくとこういうふうになっちゃうんですけども、まあまあこれもおじさんの説教でですね、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。この本 が本当に恐ろしいのはですね、映画を早送りで見る人たちがこっからどんどん怖くなっていくのは第4章第5章ですけどもすいませんそっちの方あとそれの考察っていうのはですね限定の方で話したいと思いますお疲れ様でした岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございますえ毎晩ですねだいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますのでぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく